小松山ったらもうあそこだよね、長野だよね、うん、ただの廃道でしょこれ。いやただの廃道ね。だけどなんか、うん、うん、で、あれなの、ありがとう、長谷さんね、すいません、おやすみなさい、どうね、ありがとうございます。寒さ多分マイナス2、3度あるよ、俺、多分さっきより寒いもん。なんだでも結構な、雰囲気あるな。雰囲気あるけど、なんかもう、もうで、俺もスマホの充電じゃない、うん、EMF 検知ができねえぞ、これ、うん、ね、あ、本当そうだ、うん、モバイルバッテリーさせへんけど、うん、持ってんだよ。はい、気をつけてね、どうも、うん、ありがとうございます。こちらね、めっちゃ寒い、今ちょっとライト省エネしてるから、うん、そう、もっと寒いとね、ライトの減りも早いんで、電池が、うん、念のため一応さっき60分ちょっとやってるから、あと1時間ぐらいしか持たないから、持って、そう、省エネしてる今。ハイにしちゃうとね、多分相当早く終わっちゃうんでね。うん。いい、長さんね。ありがとうございます。いつもね。おやすみなさい。またよろしくお願いしますね。お疲れ様です。うん、ちいちゃん、こんばんはね。いらっしゃい。ね、バケットやってみるか。やばい感じは、まあ、今のところしないけどね。ゴムちゃんだからもうあれだと思うんだよ。仕事が今だ。多分あるからと思う、多分今生ライブの時にゴムちゃん全然見ないもん。うん、滑りそうね。ありがとう、西村さんね。うん、あ、奈々さん、スパチありがとう、どうもね、すいません、皆さんありがとうね、いつもね、ありがとうございます、ありがとうございます、スパチね、今のところ異常ないな。多分昔なんか道があったんじゃない、でもう使われてないからもう封じ込めちゃったね。ヒントはあるのかと。そうだね。うん、だどう見たってこれもうあれ廃道だよね。ゴミ捨てなんか不法投棄がすごい増えてるマジ。うん、だから許されないの。いやそうだ、うん。大敗的な感じはするけどね。ああ、やってるかもね。うん。うん、その今の時代かっていうのがわかんないですけど。うん。バスケの言われてたから。うん。ピンで打たれた到着、まあ廃道だね、4番廃道です。うん、そんなもんや、4番そう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 、あのね、友人になってて、生産の初めて、初めて、あっすぐ出るだけなんですよ、おばしてなの。うん、今のところ異常なし、異常なし、何のために作った通りなのかもわかんない。もう木がこう崩れちゃってる、冷蔵庫が捨てられてる感じがする。うん、階段みたいな、看板落ちてるよ、気味悪い。温度の1、え、これどこまで行くの、あ、ね、どこまで行くの、普通にただそう行くだけ、あそこで終わりなんだ、はい、そう、東海でささみさんに、うん、グザさん1、腰、いや、かなりやばい、かなりやばい、ね、ユミダさん1、相川さんこんばんはね、いらっしゃいね、はい、有原さん、七丸さん、うん、荻野さん3、木野さん6、あれ、みんな2階っていう人がいるな、うん、1人1階だぞ、ウィンドモンさん2、篠田さん18、今のところいないな、全部ない、薄い、いや、なんかおかしい、俺のやつがおかしいんだって、うん、初々、うん、バイクだね、多分ね、もうこれ木が折れちゃってるもん、うん、なんか雰囲気はあるけどね、昔道だったのかな、腰ね、ありがとうね、うん、でも薄い、わかんない、米粉ついてないから、うん、赤くかかってた、松尾さんの、大丈夫だ、うん、電波ダメ、もう相当
あ、痛いて腰が痛い。前傾。前傾すると痛い。うん。相当なんていうの、もう、腐れちゃってる道。もうこれ多分10年じゃ効かないな。20年ぐらい、もう車が通ってないね、多分ね。でも大丈夫。大丈夫。多分。ただあそこに出るだけじゃないの。わかんないけど、どうなってんだ俺。大丈夫。あっちの道に出るだけじゃないの。なんかそんな感じがするんだけど。見れてる。バケタはそうでもないな。ただ寒いよここ。ちなみに。マジで寒いよ。ちょっと弱めにして。どうなってんの。どこに行くのか分かんない。あ、下に行くのかな。この山自体が昔オバステ山だったの。うん。ここはでもどうなんだろうな。オバステ山らしいよ。今、あんとか言わなかった。なんか言ってないよ、あんって。あんとか言って。今、来なかった。なんか今、あんとか言って。あん、あんって、2回聞こえたよ、今。高橋さん、こんばんはね。いらっしゃいね。いつもいらっしゃいね。ありがとうございます。なんか今、あんって言わなかった。ほら、言った。もう言った。あんて。今ちょっと小さかったかな。あんとか言って。なんか言ってるよ、あんとか。あんとか言ってるんだけど。あ、ここに出るだけなんだ。ただここに出るだけなんだ。だ要は昔こっちだったけど、こっちができたから、もう使ってない状態。この感じみたい。やる？やってんのかな今。そんな感じだね、なんかね。猫かな。で今通ったとこができたから、こっちがもう使われてない状態なんだろうね。簡単に言うと。でこの山自体が昔はそのオバステって言われたんだって。あんとか言ってたよな。だからそういうね、何も書いてないから分かんない。そう、旧道だね。うん。あしかさん、はじめましてね。いらっしゃいね。どうもね。チャンネルもよかったらね、お願いします。まあオバステ山と言われてるっぽいらしいですよ。まあ昔はでもどこでもあったからな、江戸時代の時は。どうしてもね。ハイパンさん、お疲れ様ね、こんばんは。多分。あー、カモさん、スパチャレ、ありがとうございます。名前知ね、ありがとうございます。すいませんね、いつもありがとうございます。ね、どうもありがとうございます。ね。この山があるのか。ありがとうございます。どうもすみません、本当にね、いつもありがとうございます。寒いでも。まあ、痛そうな感じはするけどね。バケタも反応しないし。いないな。いるのか。こっちの方が綺麗だね。
だこれがなかった時、橋がなかった時はこっち側が行ったんだね。うん、だこの橋ができてから役目が終わっちゃった感じ。いない。寒いけど、さっきというかなんか感じはしないな、全く。下にご遺体はあるかもしれないけどね。下に。あいせ。ああ、ん？カーセンサー。いやでもわかんないよ。ありそうだよ。もう草ぼうぼうだからわかんないよ。そう、いそうな感じはするけどね。まあバケタンそんな反応しないしね。うん、こんな感じだし、ブーブーだし、うん、うん、多分トトさん言ったらあれめちゃめちゃつまんないんだけどって言うんじゃないだってそこでゴールだもんそこででしょ。丸さんこんばんは、お疲れ様。そこゴールゴールだもんこれ。嘘でしょって、これゴールなんですけど。老婆が捨てられたって噂らしいんだけど、昔ね、おばさんの多分江戸時代の話だと思うんだよね。まあ、江戸時代はほら、昔、江戸時代とか、そのほら、まあ、戦国時代とかね、室町時代ですよね、安土も、大山時代。まあ、そのあたりはもう、どこでもあるからね。まあ、そこでも有名なのが、長野のね、おばすて山って言われたりとか、そうね。終わっちゃった。終わっちゃった。醤油の事故。こういう事故。終わった。終わった。消えちゃうかもね、多分ね。うん、終わりです。犬かな、吠えてるの。ブルーだもんだって。うん、今捨てたら犯罪だよそれは。うんね、そうね、終わりましたよねどう見ても終わっちゃってるよね。でもこれぶつかってんね、これ。ほらほらほら、これ事故だな。ほら突っ込んだな、これ。うわすっげえな、これ。どこでどこにぶつかったんだろう。ああ、やっぱここか。ここにぶつかってへし折れてんな。うわ、へし折れてるわ。ここ車ぶつかってんな。これ死んでる？まあ、死なねえだろうな、こんなやったら。ね。犬吠えてる、犬。緑だ。曲がってる。ここだね、ぶつかってんのね、多分ね。こっちだったら多分曲がっちゃうから、多分ここにぶつかってんだよ思いっきり。事故現場、まあ、死んじゃいないと思うけど。あ、色がわかるね。これで車の塗装がわかるから、ピンクっぽい色だね。うん、塗料がついてるじゃん。スライドかな、多分ここにぶつかってんだよ。もう一軒。はい、カモさんこんばんは。だってこれすごいつまんなくない現場検証です、今。事故現場。一番つまんなかったかもしれないけど。
そう、2軒、今2軒目。ほら、こういうブルー来たじゃん。死んでる？これ。死んでる？これ死んでる？もしかして。この事故で。あ、しのさんこんばんは。これ死んで？死んでる？濃いブル来たぞ、いきなり。いきなり来たぞ。ここか？これ死んでるだろ。むしろ。お腹すいたな。今日牛丼食ったんだけどな。なんか、だから、ピンクっぽい色の車だね。K かな。あ、結構ぶつけてんな。これじゃないよ。でも最近、これがちょっとあるかな。いや、こんなもんでも死んじゃうときは死んじゃうからね、K だったらね、速度によると思う。うん。頭だよね、だからシートベルトしてないと。でも死んじゃうからね。バイクかな？バイクかな？バイクかもしんないね、もしかしたらね。車だったらもうちょっとね、多分、激しく行くと思うんだけどな。バイクくせえな、これ。でも、この高さから見てバイクか？結構高いぞ、これ。バイクか？バイクかもな。ねえ、バイクだったら飛ばされて、このまま飛ばされて、こっちが落ちちゃうよね、多分ね。うん。花束とかないよね。ここまで行ってるもんだって、ほら、マーカスって。でもバイクだったらここまで行くかな。ここまで押されるかな。ピンクのバイクかもしれない、バイクだったら。でもね、50だったらもうここまでずれないと思うんだけどな。大型だったらよくわかんないけど。ね、すごい怖いよね。あ、そうか、降りてた。あれ、なんか降りちゃったの？どっから降りたの？どこ降りてた？なんか降りてるよ。探索してる人に。折れてるよね、でもね。でもこれもパイロンなんだよ。これ書いてあるよ、なんか。観測のお知らせだって。観測なんて、観測してんだ、なんか。でも車のような感じはするけどね、軽で、もう 軽めで死んではいないと思うけど。あ、こっちが下りで、ガン。こっからね、ガン。って感じ？そんな感じね。腹減ったな。店やってねえんだろう、多分。スピード出たら下りだからね。怪しいよね、ちょっとね。犬吠えてんね、犬。でも結構下りだからスピード出てるかもよ。ほら。あれ？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。これ何？やばい！時限爆弾だ。やば。やばいよ、これ。時限爆弾じゃない？あ、電源機材だった。ごめんなさい、間違えた。凍ってるし。電源機材だった。だと思ったら、見て。電源機材だった。凍ってるし、見て、これ霜出てる。しかも、ここに、カメラありますよ、カメラ。ほら。すごいいいカメラある。交通量見てんとかな、これ。ほら、すごいいいカメラある。いいカメラある、これ。めちゃめちゃいいカメラ。どこ見てんの？あっち側だな。あそこ見てんだね。これでもライブカメラじゃない？ライブカメラ。ライブカメラ。
多分。多分交通量のライブカメラじゃないかな。角度見てあそこの辺、その辺照らしてるからね。うん。カメラの中映ってたね。なんだろうね、交通量見てるのかね。でも角度的に見るとなんかそんな、こっち見てるよね。おばの首にかわかんないけどね。老婆。一応老婆がなんかね、おばせ山だったし、ここ。あ、私ありがとうございます。どうもね、こういうのね。そう、ライブカメラ飛ばすよ、見てあれ。結構飛ばしてるよ、みんな。スピード違反じゃないと思う。あの、ただのライブ、交通量のあの、国土なんとかって書いてあったから、それのあれかもね。飛ばしてるよ、これ、下りだから。だって、登ってるもん、結構これ。結構ちょっと待ってごめんね。あ、ちょっと腰が。結構飛ばしてる。坂道、本当だよ。多分ね、道路交情報ね、多分ね。そのどうしてたの？いないんだけど。大丈夫。はい、ワンさん、こんばんは。いらっしゃいね。どうも。結構、車多いよね。はい。ぜひ、ぜひ。するぞな。どっか行っちゃった。下降りてっちゃったよな。大丈夫かな。俺行けねえよ。下降りちゃったけど。大丈夫かな、また。あ、でも光って見えてるな。そう、光ってる。あそこにいる。でも多分この下りだったら結構スピード出るからな。トラック多いね。いや、いる、大丈夫。そんなないの、登れるような山じゃないから、ここ。南アメとかね、なんとか橋ってこと。いえいえ、どうもね。まぁ、ちょっと今日は軽めなんですけどね。そう、腰がね、ちょっともうかなりやばくて、右が。なんでこんな腰痛いんだろう。今日朝起きてからね、すげえ痛くなっちゃって。で、針やってもらったんだけど、マッサージと。その時よかったのね。もう家帰ってきた途端にまた痛くなっちゃって。結構重たい感じ。そう。あれ？いいんだな。多分。いや、でもこの橋から落ちてる人もいるかも。あ、すまっちゃう。石丸さん、すいません。ありがとうございます。イチコロだよ、これ。落ちたら。ああ、やばい。ちょっと待って、マジ。石丸さん、ありがとうございます。どうも、スパチャね。やべえ、見ちゃったな。見てねえやな。見てねえや。いや、なんでもない。いや、ほっとこう。なんか見ちゃったような感じですけど、まあいいや。なんか見ちゃったよ。リスナーさんに見させるか。外資案件になるから。俺じゃねえか。なんかあの、いないよね。人なんか、あ、いなかったよかった。俺の見間違いだったよかった。今一瞬人がバタンって倒れてるように見えたんだけど、いなかった。よかった。よかった、よかった。マジで。だってここ落ちたら死ぬもん、絶対。そっちの方が怖いんじゃないかなって。高さ的に落ちるとは死んじゃう。今、なんか一瞬ね、バタンって倒れてるように見えたの。だからやべえと思ったんだけど、
うん、ありがとうございます、マジさんね、どうもね。お化けかもしれない。え？お化け？さっき襲われたからだな。嫌だよな。ねえ、本当に嫌だな。わかんないよ、でも。ちょっと、いるかもしれないからね。ありがとうございます、石破さんね。すいません、スパちゃんね。どうも。いないよね。まあ、ここだったら多分、頭から行かない限り多分、骨折ぐらいで済むと思うけど。一発、ここは一発じゃないと思うけど。南アメ、アメマ橋だった。南アメマ橋。大丈夫よね、いないよね。あ、ごめんね、こんばんは、お疲れ様ね。今2軒、寒い、マイナス2度、東京ですよ。今日東京です。ほら、東京都にいます、ほら東京都東京都にいますよ、こまちゃん。今日は大田区ですね、大田区、廃道。いや、寒いね、大田区ね。寒い。ここはちょっと寒いから、あの、暖を取らないとダメだね。暖取りましょう、暖。皆さんちょっと休憩して、テレビ見ててください。あれ、そうだね、どこ行ったの。さっき聞こえたんだよな、なんか聞こえたんだよな。なんか聞こえたんだよ。ちょっと一服していい？この雰囲気の方が怖いと思うから、ここでちょっと見てて。明かり、この辺にしとこうかな。ちょっとお待ちくださいね。あ、下にいるな。登ってきてるな。ワープだから、こっち。ここでもな。あれじゃない。あ、スパちゃん、ありがとうございます。どうもね。まるまるさん、すいませんね。スパちゃん、タバコとありがとうございます。すいません、スパちゃんね、いつもありがとうございます。タバコ代、ありがとうございます。大田区、嘘ですよ。大田区じゃないけどね。東京都にいます。うん、寒い。右の腰完全にやっちゃってるね。うん。ダクさん、こんばんは。いらっしゃいね。どうも。今ちょっと定点で。しゃがみね。腰が痛くて、もう。あ、さっきの壊れたところね。下にいるね。そこ見える見える。西東京。西東京なのこれ。八王子の方だよ。そう。マグマって回路聞こえる？いい。ふくらはぎの方がね、少し楽になってる。でも痛かったけどね、針打ったりして、今日も。しびれたけど、腰が、右腰がやばいんだよね。16号なのかな？これ、旧小峰の方だよ。だからすごい寒くて、こっち電波頑張って、電波ないの？電波頑張って、電波あるでしょ、ここ。そう、山がある方だから、すごい、この辺。でも多分ここはいないような感じがする、多分。あ、ごまちゃん、そっちゃんね、ありがとうございます。すいません、どうも。いつもすいませんね、皆さんね、ありがとうございます。でも大丈夫でしょうね。そう、あ、ほんと。でも大丈夫でしょ。あのね、ほんと右がね、昨日からちょっと調子悪かったんだよね。カチンカチンでね、右が。さ、寒くなるとダメなんだよ、寒くなると。どっか店やってないの？やってねえか。また登ってるよ。また登ってるよ。今、鹿かと思った。そうするか。なんかまた登ってるよ。山の腰痛いんじゃないの？大丈夫なの？そうそう。スパちゃん、ありがとうございます。どうもね。そう。いや、でもここは多分さっきよりがいないかもね。でも、
その橋だったら飛び込めることは飛び込めると思う。ただ昔の頃なんかおばせ山だったらしいんだよね。そう今鹿が本当に登ってったの。登ってるじゃん。ほら登ってないぞ。ほら山登りしない。そんなところに昔の人捨てないよ多分。登ってるじゃん。ほら登ってるじゃん。あそこら辺猿いるの。猿でこのライト当てるとね逃げるよ。登ってるじゃん。腰痛くないのか。はぐれるよね。そうそうそう。猿。そう、痛かった。でも温泉入った時はちょうどよかったんだけどね。あったまってね。ああさんこんばんはね。いらっしゃいね。どうもね。夜間登山。そう、攻めるね。赤い目の猿。いる。そんなしないよね。僕はもうほら昔はやってたけど、やっぱり今はもうあそこまで登ってったよ。大丈夫なの。あそこまで登ってる。あそこまでいるよ。お腹鳴ってる。腹が鳴ってる。お腹空いてきちゃった。やっぱ6時前に食ったからいけなかったかな。腹減ってたな。マックやってんだっけ。マックやってんのか。寒い。寒すぎるね。息が白いもん。戻ってきた。そこ6時間。そう、花粉もすごくて今日ね、もうやばいんだよ。クマササだ。あら、クマササがあるよ。これやばいんだよ。クマいるかな。ね、スパちゃんありがとうございますね。どうもね。ありがとうございます。ね、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。息白い。寒いわ。多分前の3あるんじゃないの。落ちたら死ぬよ。でもこれね、花粉症、杉花粉だよね。杉だけは絶対ダメなんだよ。ヒノキは大丈夫なんだけど、杉が特にダメだ。もう薬この間もらったから飲んでるけど、薬もう花粉すごいよ。今すごい来てる。今日あたりから来てた俺も。食べてない。やってねえんだもん、これもう。あ、やばそう。え何もの音。何今の音。なんか今変な音してんだけど。はい、なんかおやすみなさいね。そうやばいでしょ、すききそう、花粉を先生も言ってた、多いって。だからもらってきた。なんか今音しなかった。カサカサ言ったよね今ね。マラさんね。え、でも誰もいないんだよ。バケダンとこかな。今カサカサ音したよね。いないのに。花粉症に見える。いやー、それは多分コロナは違うと思うよ。コロナは多分ね、おそらく味覚も出るから、多分おそらくアミナメと全然いる。イノシシいないな、まだ今のところいない。バケタいない。うわー、寒いわ本当に。ヒノキの花粉症。腹減ってきたもん。腹減ってきた。誰だよ、クソ自民党かよ、ほんとによ。なんで飲食店8時なんだよ、バカなんだって。おめえら高級クラブ行ってんじゃねえかよ。議員やめろよ、議員。あれ、麻生だよ、麻生派だよ、麻生派。いないね。ね。落としたよね、今ね。でも、いなかったんだよ。いない。なんであそこだけ赤い。おお、びっくりした。なんであそこ錆びてんのか。伸びた。
あ、1ヶ月でしょ、検討してるんでしょ。うん、まあ多分3、2月いっぱいでまだやるんじゃない。でまた多分6月頃怪しくなってくるんだ多分。うん、なんかついてきてるかな、さっきのとこで。やっぱりそばれてると当たり前じゃんね。3月の中まで出そう。でも多分おそらく5月頃からまた増えてくると思うよ、うん、あ、久々なの。よくはする。すごい。もう明日忙しい。明日はね、あの親の買い物行かなきゃいけないんだよな。夕飯買いに行かなきゃ。明日はそれだけなんだけどね。そう、今日アマゾンのプライムデーで6テラ買ったんですよ。6テラ安かったのっけ。あ、もう濃いブル来た。9000円ぐらいで買えたから6テラ。6テラにしたハードディスク。明日来るんだよな。うん。濃いブル来た。でもなんか歩いた後あれ見流した。うん。警告来た。いるな。あ、ダブル。ダブル、ダブル、ダブル。青だ、ダブル。いる、いる。今いるな。安いでしょ。6テラ9200円ぐらいで買えたの。バッハローのやつ、アマゾン限定のやつ。9300円だったかな。そのぐらいで買えたの。うん。ダブル来たね、今ね。今一瞬いたのかな。そう、急の入り口、これ、うん、緊急事態宣言。次はいつ出るかな。次はどこがターゲットにされるかな。赤来ないと思う、多分。うん、いや、絶対あれなんて計算してないもんだって。調整してるだけだよ、減らすように。でもオリンピックがあるから多分したくないんだよね。7月からでしょ、オリンピック。ってことは次緊急事態宣言そのあたりに出しちゃったらやばいわけだよ。爆発するよね、ゴールデンウィークね。だから多分やるとしたらあれじゃない、検査しないんじゃない、多分。検査しないんじゃない、多分。うん、おそらく。僕の可能性はこれ閉じたらまた6月をオリンピックやるでしょ、多分。うん。はい、ピカちゃん、おやすみなさいね。どうもね、ありがとうございますね。うん。本当、ピカさん、本当、ひんやり出た。検査しないと思うよ。で、9月頃になって終わった時に、緊急事態宣言なんだよ。また。あ、でもそれやっちゃったらやばいんだよ。あ、それやっていいんだよ。あ、そうそう。なんでか知る ?9 月に選挙があるんだよ。わかる？選挙があるから9月に出せば特許法で延長されるんですよ。特許中は選挙できないんで、確か伸びるんですよ。知ってました？そういう裏技があるんだよ。そう、ペケちゃんおやすみなさいね。でもね、そう、解散しないの。解散しないで今の議員でもできるわけよ。特許を出してるときは選挙できない。うん、頑張ってね、あるとね、しばさんね、あるとね、やると思う。もう一回やると思うよ。うん、そこで自民党はおそらく10万を配るよ。うん、国民全員に絶対的に。うん、別にオリンピックもいいな。バケタン、青が出た今ダブルで。青2回来た。青に今2回連続出た。うん、赤はいないね。うん、まあそうだね。うん、心拍数整えよう。そう、やばい。いた。いや、なんかさ、下になんかあんのかなと思ったらさ、うん、何もないでしょ。ゴミしかなくて。そうでしょ。でもそこの橋が高いから、うん、もしかしたら飛び降りてるかも。ああ。可能性はないとは言えないね。うん。うん、だからもうあれでしょ、これ多分おそらく、うん、戦国時代とかの、うん、その当時の、うん、おバスでも、
昔も認知症あるから、おかしくなったら多分もうおばさん死ぬでしょ。ああ、そうそうそう。当然。そんな介護なんかないから、昔なんか。うん。なんかもう。うん。赤は私の家か、そうか。さっき叫んだ、ドルさん。叫べないよ。あらーとか言って言わなかった。言ってないよ。じゃあ誰なんだろう、叫んだの。いや、あそこ事故してる。バケだな、あ、見た、見た、あそこ事故してるの。見てない。あそこの、その子さんの。ぶつかってるよ。あの橋渡ったとこの向こうの出口のとこで。ああ安いじゃん、これさっき。 あそこでね。あ、雨なんとこ、うん、こっち渡んない。いやいや、その下橋渡ったとこの右側の これを壊してる。ほんと思いっきりここにいるわ。じゃあ給付金は多分ね、おそらくやると思う、ばらまくと思うよ、選挙前に絶対。うん、だって今もう評判悪いじゃん、自民党。評判良くされたするためには何をするの。ばらまくしかないじゃん。あれ ?176 暗号。うん、ばらまくでしょ。はいはい、ゆうえりかさんこんばんはね、いらっしゃいね。赤、うん、そう、今はばらまかないよ。今じゃだ、あ、なんだよ、今日はね、東京来てるかな。そう、でも今日ちょっとね、2カ所で終わりなんで、ここで終わりになっちゃうかもしれない。2時間やってね。そう、もうかなり寒いんで、マイナス2、3度なんですよ。ゴミ捨てるなよな。うん、なんかこの辺なんかありそうじゃない。意外とだってここもだっておばせてもらったんでしょ。うん、欲しいよね。バナマグとしたら多分そこになったけど、うん、立憲民主党だ。あ、でもここも家なんだね、ここね。欲しいよね。いや、10万じゃないで、20万ぐらいくれよな。寒いがね、どうもね。いや、ばらまくと思うよ、選挙前に。絶対僕の予想では、やっぱ今印象悪いから、自民党かなり。ほら、自粛してくださいって言ってる割にはじゃあやっちゃってるじゃん。そういうこと踏まえたら印象悪いじゃんね。この分でいくと多分おそらく負けちゃうから、下手すると自民党かなり。うん、誰取った、欲しいでしょ。俺も欲しいよ。え、なんでズームなってんの。あ、ズームじゃねえか、ポイ捨てやめてたよ。ほんとだよ。うん、あー、こう、あったかいの飲みたいね。なんか鼻がもう寒くなってきた。こんな感じです。ね、もう多分おそらくダメでしょ。だってあんな、なんか貧困生活の人には何を しないんですか、対策は、あったら、ある憲法で、なんか、その、なんか、ね、対応できるもん。最悪の場合は、生活保護もありますからって、誰かさんが言ってましたからね。そう。貸しすぎ、でもあんまやってると、カビになんない？カビちゃうの？まあ、空気入れ替えでいいと思うよ。あの、一日一回は、雨降ってなかったらやっといた方がいいよ。俺もそうだよ。30分とか。とりあえずやっとく。一回だけでも全然違うから。うん。もっと進んで。いやいや、もう終わったの、終わっちゃったんだよ。もう終わっちゃったの、こう。うん。そう。なんせで生活保護は、生活保護って結構、ハードル高いんだけどね。受けられる人って。うん。そう、開き直ってたもんね。買ったの、貸し付き。なんかどうした、アトンさん。いないな。そう。うん。そう、本当に議員ってみんな言わないでしょ。マタさん、そうでしょ。その通りだよね。誰一人言わないよね。私たちの議員の給料下げてくれって。立憲もそうだけど、みんな言わないでしょ、絶対。今、トラックだと思う。うん。うん、出せないよね。そう、
そうなの。言わないよね、議員絶対ね。うん。あの、唯一言ったのは、あれですよ。あの、そのまま東ですよね。あの、知事になった時に、給料を安くしたでしょ。うん。そのぐらいじゃない、本当に。あとみんな言わないよね、絶対。うん、なぜか知らないけど。すごいよ、ここ。ん？飛び降りてんじゃないの？え？飛び降りてんじゃない？そこで事故あった？いや、事故はないと思うけど、飛び降りてんじゃない？すごい上がるよ、ここで。空間で。でも結構飛ばすから、ぶつけてんじゃない？いや、もともと多分、そっち側があったんで、これからできたから、あれ、廃道にしたんでしょ。あ、そうでしょ。うん。で、こっち下がると、うん、さその反応しなくなって、うん、ここ入るともう、上がってっちゃう。で、死んでんじゃない？何ここ神殿に飛び降りてる。こっちのがいるんじゃんって話すんね。だからあの、ほら、昔のおばさやの人も、うん、今現代風になっちゃってるから、うん、山時代がそうですよ。どこに捨てたって言ったらやっぱり、うん、上登ってこれないじゃん、うん、みんな。ってことは下の方でしょ、うん、だからこの辺なんじゃない。この辺ですよね、うん、多分。下から登ってきてこの辺だよね、うん、だからそう、多分ちょっとしか登ってこないと思うよ、うん、で、ジョルさんもここで青でしょ。いや、違う、そこだった。違う、そこだった。なんだ、すっごい上がって、ね、ここいきなり来て、1年生はジリリリリってなり始めて、ね、なんだこれと思って、うん、もう、この、ここの磁界がちょっと歪んでるっすね。うん、いるのかね、そこね。うん。うん。そうだよね。そうだよね。当時の、だってその、うん、あの、だって俺斜面今登ろうとしたんですけど、うん、無理。無理でしょ？無理。そんなの登んないでしょ。だから昔の山で、この辺りがその、オバステ山だったっていう。うんうん、だからドルさんの言う通りに出すね、うん、ここまで登ってもう下手するもっと下の方だって思う、うんうん、当時だってね、こんな山の登れないでしょ。道ないんだから、こんな綺麗じゃないし。そうそうそう、うん、ねえ、そうそうそう、高さあるよ、高さある。こんな感じです、うん、あの結構92とか高い水準を、うん、ね、ほらじり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 ずっとなります。そう、給料ね、だこんな感じでございます、うん、それだってお金かかるんだもん。いくらなんだよこれ。380円。初回だけだよ。あ、そうなんだ。初回だけだから、うん、あとはただっすよ。ただなんだ、うん、買っちゃえば。買ってもいいっすよこれ。いや、買わない。楽だから。いや、買わない。なんでお金かかるよ。だって380円初回払うだけですよ。バゲダン買ってあるもん、肉。380円の全然安いじゃん。そう、バゲダンでいいよね、バゲダンで。俺はバケタンも両方使ってますよ、ね、いや、もう一個あるもん、大バケタン付きあれ。うん、うん、こっからだよ、うん、下がると、でもいないんだよな、バケタンもな。下がると、うん、その境界線を越えると、うんうん、はい、ハンさん、こんばんはね。上がってくるとそう、議員が悪いよ。まあだから、議員っていうかね、あの、なっちゃう人も悪いんだよ、はっきり言って。やっぱり、なってない人、現にいっぱいいるんだから、うん、なんでな、じゃあなっちゃうのっていうことだよね。分かりませんじゃない、分かりませんじゃとまたなるんだよ、うん、分かってもらわなきゃ、まず、あの、このマスクしてないとかね、やっぱり、あとは、消毒で、とにかく、アルコール消毒、手洗いしてない、足りないんだよ、全然、だんだん視界が歪んできて、やっぱり俺、買い物行ってると、もう、拭かないでしょ、みんな、そういうところでもらっちゃうのよ、コロナって。で、視界が歪んでんのか、うん、だ皆さんも今分かってない人は特に買い物した時に買ったものとかにもコロナがついてるんですよ。だそれもアルコールウェットティッシュで拭かなきゃダメ。そんな感じですかね、うん、まあ、そういうことやってれば比較的かなり防御できると思う、うん、また不自然に動いてた。でこの靴だってエタノールかけるんですよ。シュッシュッシュッ、この後ろとかにもついてるんですよ、コロナ。いる場所が分かったんで、ここちょっと服はすぐ洗う、うん、そういうことやってたら比較的コロナにかかりにくいと思いますよ、うん。そう、なりたいんだったらなってもいいですけどね。なりたくないんだったらそういう風にやったらいいと思う、全面的に。触ったら、こういうところで触ったら分かんない、コロナいるかもしれないからね。ジンバル動いてる、うん、チルトロックかけてね。そう、アルコール絶対です。もうそうしてれば比較的かかんないと思う。でもジンバルはでも動くもんだから。何使ってるの？なんかあのね、お化け探知機のアプリ。お金払うんだよ。そう、海外のやつ。そう、海外アプリ怖いんだよね、仕込まれてるからね。後ろの凹凸じゃない、もうこの辺。なんで買わないか知ってる俺ん。海外アプリは、うん、仕込んでる可能性があるから買わない。ああ、そうなの。そうそうそう、だから買わないよ。これでも大丈夫ですよ、 YouTube の人がやってるやつ。いや、俺昔あの、知ってんから
アプリ簡単に入れられるからウイルス、うん、あののやられちゃうから。まあそれこれはメーカーが ね、まあ、その有名なスワでいいんだけど、有名な人スウェーデンの人だ。あ、そうなんだ、うん、まあ、どうせ、ね、そんな強制はしないですよ。俺はあのこれと化けたんで、うん、それやると疲れちゃうんだもん。スマホ持ってない。会場も行ってた。俺みたいにこういうのあのこういうの買わないといけないの。そうでしょ。そうでもここの辺がちょっと時間が、うん、お化け団地期、お化け団地期ってだから幽霊がいるかなっていう感じ。まあ本当か嘘かは分からないけどね。まあ声が入ってたら本当だよね、うん、声が入ってればその恐怖度ランキングのね、トントン、うん、そうあるけどあんま使わないでしょ今。バケダンでもう疲れてきた。バケダンも何回もやってたら疲れちゃう。疲れる、うん。菅さんいらっしゃいね、どうもね、菅さんね。そう、何何そんな感じでございます。はあ、うん、スキャナーです。今のがだから、うん、このここからこう行くと、うん、これね、一応あのお化けがいると赤になるんですよ。あ、襲ってくるとね、お化けがね、これがね、これが青だと、濃い青だとお化けがいるっていう。赤になるというと、これだと普通にいない、うん、嫌な予報しかいないらしいです。今のところいないのかな。うん、寝落ちだったかもしれない。疲れてるんですよ。この辺がいるんじゃないかなって、うん、おばす山のしない、何を何をしないの、うん、はい、松田さんおやすみなさいね。もう12時回った。この辺にいるんじゃないか、うん、いやもう寒いの、マイナス3度ぐらいあるの今。ただどうぞ、マジ寒いもん。どうしたらなくなるのかなと思ってね。おやすみなさいね、どうもね、ありがとうございます。ゴミ痩せないでくださいね。でもここ多分下りで、下りだよ、飛ばしたらかなりのスピードで死ぬ確率高いよね。嫌な予感する。手が冷たい、すぐ。あ、スパチありがとうございます。うん、マジでありがとうございます。だからここ事故が多いんじゃないかな、うん、飛ばすもん、これ下りで。そうですね、うん、それも考えられますね、うん、で、コントロール失ってさっきのところぶつかったの。どうでしょう、静かだよね、うん、まあ、一個締めの方が怖かったからちょっとね。じゃあここの辺りを少し置いて、うん、マルリさんの友達。ああ、了解了解、ありがとう。走りやすい、うん、まあ、この辺りで何か。あ、路面ね、雨降ったらやばそうだね。うん、むしろこの、なんだ、南アメ橋がもう心霊スポットじゃん、ここで。もう、なんか飛び降りてるような感じするんだよね。静岡行くよ、たまにね。うん、今ちょっと行ってないけど、なんで行かないかというと、今ほら、あれですよ、変異ウイルスが静岡に出たっていうんで、そうですね、ちょっとやばいんで、今行ってませんけど。いやー、2軒目来てさ、まあそれは嘘ですけどね。なんもさ、なんかさ、うんうん、検知器の反応がなかったらもう、うん、あれじゃんって、うん、無駄足になるじゃんと思って、そこで、うん、やっぱドルさんが向かうとこって何かしらあるよね。なんかよく誘われてんのかな。誘われてる、うん、ドルさんが大体こう、それよく言ってるよ、静岡。だからちょっとまあ2月もしかしたら静岡行くかもしれないけどね。むしろだからこの弓道の方は特になんもないです、うん、皆さん、この弓道の方は一切 EMF は上がんなかったから、むしろこの振動のそこのそのだって考えてみたら、だって昔のことでしょ、おばすと山って、うん、そしたらそんな山もあると思ってこれないから、ね、やっぱ下の方なんで捨てるのは。ここでも十分山っすから、うん、昔だとこの橋ないからね。そう昔ないから、この辺がだからもう、うん、そこのだから、あ、ある、ベルある、ベルがある、斜面登ってきてる感じだから、うん、この辺でやばいっすよ、もうベルありますね、うん、ただなんか雰囲気的に、多分心霊ツアーのやつだから、うん、雰囲気的にその弓道入ってた方が雰囲気あるから、ね、あ、そうだよね、うん、多分それだけだと思うんだよね、うん、多分そうだと思う。あのね、本当に出るとこ、やばいとこっていうのは本当にあの知られてないとこあるんで、いっぱい、でも街灯ついてようがついてまいか関係ないですから、ね、本当にやばいとこ、本当にやばいからマジで、うん、そういうことですね、皆さんね。うん、ただ寒いな、こっちは本当に。ただあとはあれですね、この検知器が俺はできたことによって、うん、その現象をカメラに抑えられるかですよね、うん、あそこまで言うことは分かるんですけど、うん、
その減少に抑えるかどうかが。あそこで、まあ、あそこ聞いてるよ、僕。ドスンとかも聞いてるよ。うん。ベルビーは聞いてるよ。うん。思ったら。うん。車のドライバーびっくりしちゃうから。見たことない？いや、マジで本当あそこやばいと思うよ。あそこ本当死んでるから。そういや、ナオピーさん、何？下って何これ？下？なんか下になんか映った。マジ寒い。手がね、すごいっすよ。上にとぐらいつけとくか。映るんだよな、全体的なものが。え、映ってるよ、映ってるよ。映んない？ん？いや、弱いライト。ああ。なんか、暗いんだよな、消しちゃうと。うん。いや、なんかこのガードレールのとこが、うん、そのサクンって。あ、無理心中っていうかね、違うんだよね、あれ。あの、寮のとこで、本当のね、あの噂は、人を殺しちゃってるんだよね、従業員がね。俺もここ初めて来たからな、うん、従業員同士のトラブルあったらしいよ、なんか本当だと。ネット情報のみで来てるから、調べてくると、うん、そっちの方で。もう今建物あるんだけど、まだもうほとんど解体しちゃってる、寮の方も、うん、ほぼネット情報のみ。そうでも静岡結構やばいとこいっぱいあるよ、うん。もうあの掛川とかなんか結構やばいもん、うん、マジで。はい、おやすみなさい、久保さんね、ありがとうございますね。そういうことですね。そう、静岡ね、ここの、まあ、チャンスがあればまた行きたいけどね。ああ、ゆうさんね、スパチャね、いつもね、ありがとうございます。こちらさんね、どうもスパチャ、ありがとうございます。ありがとうございます、本当にね、すみません。一応顔っぽいの OK です。ポブラブに行った、僕あの解除される前に行ったうん、ポプラ病院、あの僕も子供のね、あの浴槽があったでしょ、浴槽が右側の方の階段の方に浴槽が、あそこ子供で映ってた、子供が、うん、言われてみるね。おやすみなさいね。こんなとこ俺座り込んで、ありがとうございます、どうもね、うん、弱いライト、うん、弱いルーメンつけてるわ今。バス入んなかったんだけど、あのね、その後に追っかけられちゃったんだよ、あのヤクザそう、もう落としてからやべえと思ってすぐ逃げた。じゃあ優先に引っかかった。うん。バス行ける余裕なかった、夜行ったから。うん。まあ今はもう丸半になっちゃったけどね。うん。バスの方が良かった。ポプラあったね、そう。まあ今じゃあファートンデだね。サマーなの、あれでしょ、あそこの、このすぐそばの病院でしょ、あそこで監視カメラとかあるから行けないよ。まだ、あ、あると思う。うん、あると思う。このスクショが、マトさんが撮れたって言ってるんだよね。うん。おてんばの洞窟、おてんばの洞窟なんかあった、今送ったのかな、うん、そう、なんかの、うん、ある。よし、うん、来た、ね、ホラーなあった、おてんばに。うん、わー、ここ行ってこいね、これ、うん、ドキュンだ、ドキュン、うん、秋の寒いや、マジで。なんでこんな寒いの、ここ山だから。マトさんからです。うん、あそこも行ったね、うん、ドキュンが。まあね、でもいいんじゃないですかね、これで、これで寒いよな、本当に。いただきましたよ、マトさん、うん。あ、夜泣き石を行ったね。夜泣き石というか、鍵屋は3連トンネルが一番やばいと思うよ。うん。あの、恐怖の現場、稲川さんのね。あそこは本当、僕もね、何回かお腹痛くなったりしてる。怖かった。ね。バカ人に通ったね。いやいや、それは、うん、今、ドキュンが通った。やばい。あそこ、やそんなやばくなかったけどな。うん。こんな感じでございます。うん。あ、そうでしょ。そっち寒いよね。うん。行きたいところ、まあ行ってないところ行きたいけど、結構もう全国回ってたからね、ほぼ。場所的にどこだろう。2年前か、2019年、そうだね、2019年9月からね、12月までで一周、日本一周したんですよ。そう、K2 さんと2人で日本一周、心霊スポット行ける範囲でね、拡大しすぎてるから、うん、お疲れ様ね、ゆうさんね。この石の横だね。ありがとうございます。だいたい行ったね。そういう風に見えてた。
白い、そうそうそう、あ腰が痛い、腰が本当痛い、この岩の横だね。そう、すごい乗ったもん、車で2万何キロ走ったよ。うん、君が気持ち悪いね。そう、行きましたよ。もう北海道と沖縄行ってないけどね、九州も一部行ってなかったけど、うん、行ける範囲で時間的にね。顔っぽく見えるから気持ち悪いですね。そう、行きましたよ、角度によって。うん、でもなんか君のん、あ、純一君しないでよ、旧全場だから、これ全然違うよ。うん、違うんだよね、写真ね。お化け出そうですか。まあ一番やばいのはね、僕の中では、まあ僕のシリーズの中にあるんですけど、土葬墓地ですね。まああれはやばい、マジで正直言って。もうこの間やったんですけどね、こんな苔生えてるの。逆に俺そっちのなんか、そう、去年行ったんだよね、12月だっけ、最後に。まあ火葬場とかね、まあ角度によってそういう風に見えるから気持ち悪いですよね。ありがとうね、でもね、苔みたいなの、寒いとね固まっちゃうんだよ、筋肉が、すごい。うん、もう工事終わったんだ。うん、どうそう、マジやばいよ、なおさん、本当に。柵の隙間からさ、うん、もう匂ってんだもん、出てきたりとかしたらもう臭いんだもん、異臭が。うん、土葬はね、声入ってたもんね、この間もね、警察さんで言ったとこもね、もろ入ってたもんね。匂ってんだよ、ほんと、匂ってるし、マジやばいよ、土葬わけや、まあね、皆さんよかったら過去動画の土葬墓地見てくださいね、マジでやばいから。あれあんまり言ってる人いないと思うよ、それ生ライブやってましたからね。うん、あ、行った行った、大谷駅は行ったけど雨降られちゃってね。そう、何してたの、うん、行った行ったんだけど雨降られちゃって、マジかってね。土葬見てください、探して。強かったんだけどね、子供の時。土葬マジやばいから。今全然ダメ。あのね、一箇所だけね、あの土砂崩れて崩れて、子供の時はすっごい、うん、あの京都とかやばいよ、土葬あるよ。京都奈良とかすごいよ。あの辺あったら最強だね、土葬。この間岐阜行ったんだけど、岐阜で土葬行って声が入ってた。まあ、聞こえちゃってた。やばい。うん、なんか大変的になっちゃってる、うん、ああ、もうそこはそこ遠くて行けないよ、そう簡単に。すげえ遠いもん、そこの不倫想定ですよ、遠い遠い、なんでそこだけ、うん、すごい。まあ多分ね、最初の頃は多分土葬墓地で入ってると思うけど、埋葬墓地とかでやってると思う、検索で言うと。いっぱいあるからね、動画がね。そう、探すの大変だと思うけど、2019年ぐらいのやつを見れば分かる、はい、結構いい。見たくないけど怖い。ここあれ、マルさん買ってないんだっけ、モザイクの土葬。土砂崩れにあって、土葬のご遺体がビニールに入って映ってるんです。どういう、それはあの一応 YouTube にアップしてないんですけど、放送事故になっちゃうんで。ブルーレイ買った人だけ飲みます。なんだろう、ああ、なんか探知機、探知機、ね、うん、買ってないの怖いから。確か泉さんも買ってないよね。DVD 到着しました。あー、よかった、よかった、ありがとうございます。ね、少なくすいませんね、マスクね、ちょっともう経費的にちょっと厳しくなってきたんでね、そんな出せないんで、ちょっとごめんなさい。いや、今作ってないんだよね、それ。また時間があったらでも作るかもしれないけど、モザ入れなきゃいけないから。あ、でもブルーレイはあの入れなくていいか。うん、あのヤバいブルーレイが、そう、クマちゃんが欲しい欲しいとか言ってたんだよな。そう、なんか落としなかった、今なんか落としなかった、磁場が乱れてる、今落としなかった、ん、下で下で落とす、パンって、ね、みんな下気になってる人いるんですよ、うん、結構飛び降りてんじゃないかな、やっぱり。ちょっと下落としてみます。うん、そう、いや、ちょっとやめて、下やばいよこれ。うん、うん、見た、下はね、うん、山なんだよ、山。できたら教えてください。時間があったらね、ちょっと俺も今日ちょっとうちの親のこともあるからやって、忙しくてね、なかなかできない。あ、一発で出た後、そう、マジ見てみな、雰囲気、あ、怖いから。すごいすごい、あの木のお墓ね、木のお墓ね、パンって言ったよね。落としたよね、カンってね。サーモカメラっていうのを取り入れる。いや、マジ寒いんだけど。あー、しゃがむといて、うん、サーモカメラであるはずない、うん、ない空間にカンって言ったよね、今ね。なんか異常な動きが、今の時間で見たら結構やばいかもよ。でも見たのが面白いかもよ、怖いから、うん、マジやばいから、マジで。結構土葬はね、声入るの、うん、そう、一回一番怖かったのは女性の声で、見かけって、
見かけて調べると分かるけど、死んだ人っていう意味があって、うん、キリストのとこは、まあそうだ、まあどうなるね、うん、感聞こえたよね、皆さんね、今ね、魂がこう、そう下によどんでる感じ、金具当てたのかな、うん、うん、まあ寝れなくなったらやばいかもしれないけどね、結構土葬見てない人は怖いかもね、うん、そっちの方見てみるか、うん、何車通るな、来た来た来たよ、車、危ないよ、うん、下に行く道はないですもんね、うん、これね、あ、ミネさん見つけちゃったの、うん、あ、これ行く道ないよ、危ないから行かない、うん、ね、そんな感じです、皆さんね、マジ寒い、そう、手袋しよう、手袋しよう、寒い、サーモカメラとかで、じゃあちょっとサーモカメラ見てみよう、マジで手が寒いの、本当に手袋しないともうやばいぐらい寒い、うん、ああ俺は明日風邪ひくかな、ちょっと次回ちょっとまだね、また行けそうな時行きますね、うん、ちょっとまだちょっと未定で、うん、ちょっと予定組んでね、また来週ね、うん、はい、おやすみなさい、FM さんね、どうもね、無理せずね、ありがとうございます、じゃあこの辺で動画は止めるかな、お疲れ様でした。